通行中の皆さん、こんにちは。私たちは個人で集まっている草の根アピールという集まりです。いつも月1回池袋を中心に個人個人で集まっていろんな政治や社会の話などをさせていただいているグループです。今日はこの場をお借りいたしまして、いろいろと参加の皆さんがリレートークなどをさせていただきますので、ご都合あるかお会いの方とか、あとちょっと時間があるという方はお耳を傾けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。でも来月選挙がありますので、そのことについても皆さんいろいろとお話があると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきたいと思いますけど、なんか今ね、左隣の方でなんかミャンマーの方たちがね、募金やっております。今ウクライナのね、あれ影に隠れてね、ミャンマーは全然目立たなくなっちゃってるんですけど、ミャンマーも今内戦状態で、すごい悲惨な状態になってるんですよね。でこれに対してあんまり国連とかね、ウクライナほどは騒がないというね、あんまりね、ちょっと差が激しすぎるんでね、皆さんもウクライナだけじゃなくてね、ミャンマーとか、まあ、他のね、いろいろ弾圧されてる国、いろいろいっぱいあります。そういうところにね、少しはね、思いを馳せるようにしていただきたいと思います。でまず最初にスピーチしていただくのはムーミンさんよろしくお願いします。しばらく沖縄のアメリカ軍の基地、それから、先島、宮古島、石垣島、与那国島に自衛隊の基地ができてしまったことの話をしたいと思います。僕は今から40年ほど前、もう少し前ですけどね、日本最西端の与那国島というところに住み着きました。その与那国島で教育委員会に昭和30年代に柳田邦夫と九州大学が、民族学の柳田邦夫と九州大学が八重山を調査したフィルムがあったんです。その、まあ、フィルム自体すごい興味深いものでした。昭和30年代まだ八重山では電気がなくランプ生活だったんです。そういう島の状況を調査したフィルムとともに、最後に沖縄のアメリカ軍の基地で追い出した人たちをボリビアに移民を進める、そういうフィルムがあったんです。そのボリビアの地というのは土壌に塩分が多く移民に向いてない。ボリビア政府が日本政府にそういう報告書を出した場所なんです。そういう場所に沖縄のアメリカ軍の基地で追い出した人たちを移民を進める、そういうフィルムです。見てびっくりしました。貧乏人の子たちさん、食べるものもない、さあ行こうボリビアへ、ボリビアへ行けば土地がタダでもらえる、支度金も出る、そんな調子のフィルムだったんです。こんなフィルムまで作ってアメリカ軍の基地で追い出した人たちを日本政府は機密してたのか、衝撃でした。そしてあることに気がついたんです。石垣島、西表島も戦後マラリアで全滅した村があるんです。そういう村のほとんどが沖縄本島でアメリカ軍の基地で追い出した人たちを移民させているところだったんです。もともと石垣島や西表島の人たちに言わせると、湿地帯で蚊が多くマラリア地帯でとても人が住むような場所ではない、そういう場所にアメリカ軍の基地で追い出した人たちを移民させてるんです。そしてそういう犠牲の上に今のアメリカ軍の基地があるんです。例えば今沖縄県知事のデニー玉城さんのいた伊江島では、昭和20年代から30年代日本のアメリカ軍の基地がどんどん撤去されている中でどんどん増強されていったんです。そこへアメリカ軍の基地に反対して座り込んだおじいさんおばあさんたちのところへ上陸用舟艇3隻で300人のアメリカの海兵隊がライフルに銃剣をつけて行進してきたといいます。その銃剣に刺されて怪我をした人がいます。
目の前でブルドーザーで家が壊され、サトウキビ畑が燃やされたといいます。そういう中でアメリカ軍の基地はどんどん大きくなっていったんです。そして僕はアメリカ軍の嘉手納基地に入ったことがあります。入ってみてびっくりしました。すっごいところなんです。広い芝生のところに家が3軒ぐらいポンポンと建ってきて、プールがありました。そのプールを通り過ぎてまた家が5軒ぐらいあると、今度はテニスコートが3面ありました。そんな素晴らしい居住環境の家が今ほとんど空き家なんです。それもすぐ納得しました。第二次世界大戦の時にアメリカが日本に落とした爆弾の量は19万トンだそうです。そしてベトナム戦争当時、アメリカが東南アジアに落とした爆弾の量は300万トンを超えているそうです。だからベトナム戦争の時には嘉手納基地はいっぱいだったんですよ。爆弾だけではありません。枯葉作戦用の薬剤も沖縄の基地から運ばれました。普天間もそうです。普天間は海兵隊です。海兵隊はベトナム戦争当時は何週間かベトナムで戦争をすると沖縄に戻ってきて何週間か休暇を取る、そういう出撃サイクルだったそうです。だからベトナム戦争当時は嘉手納も普天間も人がいっぱいだったんですよ。新しく辺野古に海兵隊の基地を作るって聞いた時にびっくりしました。なんで嘉手納だって普天間だってベトナム戦争の時に比べたら人なんかほとんどいないじゃない、どんどん減ってるじゃない。それがまず不思議です。もう 5,6 年になりますけど、ヤンバルというところの基地が演習場が半分だけ返還になりました。どんな場所かというとただのジャングルです。ジャングルの中にベトナム専用の演習場だったんで、ベトナムの村まで作ってあったそうです。アメリカの兵隊をベトナム戦争用に訓練する、そういう場所でした。そういう場所でさえベトナム戦争が終わって30年以上経ってやっと半分だけ返還になったんです。その理由の一つに思いやり予算というのがあります。アメリカ軍の使ってないような基地の維持費まで全部日本政府が思いやり予算で出してるんです。例えばアメリカ軍の基地の中では電気代も水道代もただだそうです。アメリカの兵隊は出かける時でさえクーラーつけっぱなしで出かけるそうです。沖縄の米軍基地の従業員がアメリカ兵に聞いたそうです。なんで出かける時もクーラーつけっぱなしで出かけるの。そしたらだって帰ってきた時暑いじゃない、そうやって言われたそうです。電気代も水道代もただ。それからアメリカ軍の基地は兵隊の休養場所というところがありましたから、面がありましたから、ゴルフ場でさえ何面もあるんです。プレーした人に言わせると素晴らしいゴルフ場だそうです。そういうところの従業員、ゴルフ場の従業員、そういう人たちの給料も思いやり予算で出してるんです。ゴルフ場の聞いといてよ、そうだけじゃなくて、まあ、バーの、バーの女の人とかバーの、お酒を配る人、そういう人まで、そういう人たち の給料も日本が思いやり予算で出してるんです。だからアメリカは使ってないような基地まで返す必要もないんですよ。そしてもう一つ、地位協定というのがあります。アメリカの兵隊がどんなに悪いことをしても、人を殺しても、女性に乱暴しても、酔っ払い運転で人を殺しても、日本の法律で裁けないんです。地位協定というのはドイツもイタリアもありました。でもドイツもイタリアも政府が頑張ってアメリカと交渉して地位協定の改定を求めていったんです。その結果ドイツもイタリアも自国のアメリカ軍の兵隊の
犯罪は全部ドイツの法律、イタリアの法律で裁けるようにしたんです。まあ当たり前ですよね、独立国なんだから。例えば今回カドナの基地の周りから有害物質が地下室に流れ込んでる、地下室に流れ込んでるという問題がありました。でも日本政府はアメリカ軍の基地の中に捜査権持ってないんです。アメリカの基地の中でどんなものを置かれてるか、それさえ調べようがないんです。イタリアもドイツも、イタリア政府やドイツ政府が頑張ってアメリカ軍の基地の中の捜査権さえイタリアもドイツも取ったんですよ。地位協定というのは何も沖縄だけではありません。例えば東京と大阪と上空には横田空域というアメリカ軍専用の空域があるんです。この空域には日本政府、日本の飛行機は入れません。今回のオリンピックに向けて外国の人が増えるから、その横田空域を少し使わせてください。日本政府はアメリカ軍にお願いしに行ったんですよ。その結果カスメル島でやっと使えるようになりました。でもイタリアもドイツも政府が頑張って、ドイツもイタリアも上空は全部ドイツの管制下、イタリアの管制下にしたんです。まあ当たり前ですよね。独立国なんだから、沖縄の周りには20カ所以上のアメリカ軍訓練海域というのがあります。沖縄の漁船が入って漁もできないんです。もちろん訓練空域というのが20数カ所あります。そこには日本の飛行機は入らないんです。そういう苦しみの中に今の沖縄の人は置かれてるんです。そして先島に自衛隊の基地ができました。これもすごく心配です。僕は与那国島というところに住んでいました。その時知り合ったのが深間俊吉という男です。20代後半で与那国の町会議員になった男です。若い頃は反米反自衛隊の活動家でした。まあ、頭のいい、正義感の強い素晴らしい男なんです。それが60代になって与那国島の町長になり自衛隊の基地を認めたんです。でもその気持ちはよくわかります。とても逆らいようがないんですよ。たった人口2000人以下の小さな集落で交付金がないとやっていけないんです。ただ今宮古島、石垣島、与那国島では自衛隊の基地ができてしまいました。第二次世界大戦の時に先島では地上戦はありませんでした。理由は簡単です。アメリカ軍が沖縄本島に上陸した時点で先島や台湾の戦略的な基地がなくなったからです。でも今度自衛隊の基地ができると地上戦が行われるのではないか心配です。沖縄の人は第二次世界大戦の時に身をもって知りました。軍隊は住民を守ってくれないということです。今先島の自衛隊が本当に先島の人間たちを守ってくれるか心配です。それに対する避難計画一切ないそうです。僕はもうこれ以上沖縄に犠牲や苦痛を強いるのは間違いだと思ってます。確かにロシアのウクライナ侵攻という事実があります。怖いです。例えば尖閣列島、与那国島から一番近い島です。その40年前の状況はどんなのかというと200海里の経済水域もありませんでした。12海里の領海だけでした。だから石垣の周りとは尖閣の周りには台湾から船が漁をする船がしょっちゅう来てました。もちろん日本の船は台湾の周りで漁をしてました。近代的なマグロハエナワ漁船、マグロのハエナワの距離は200キロです。台湾でまだ漁がそれほど盛んじゃなかった頃、日本政府は日本のあれです、あの漁業関係者はそういう感じで台湾のそばで漁をしてたんです。
そして尖閣っていうのは田中角栄と鄧小平が平和条約を結んだ時に、尖閣の領有権は将来の人の知恵に任せよう、そういうふうに灰色で終わらせてしまったんです。それが一番の間違いだと思ってます。その頃の中国なんていうことは経済的にも弱く、世界的な発言力なんてほとんどありませんでした。その時にちゃんと領有権をしっかりやっておけばよかったの。今でも思ってます。そしてちょっと面白い話をしたいと思いますけど、アメリカから報告があって、尖閣の周りには石油があるんじゃないかと日本政府に報告があったそうです。衛星で調べるとそういうことがある程度わかるそうです。そして日本政府はその頃まだ、GPS とかなかった時代です。ローランという電波灯台、電波の灯台を使って何かしらのところをキャッチして、ある程度の場所を把握するという、そういうローランの臨時の鉄塔を与那国島に建てて磁気調査をそれこそ2月くらいかけてやったんです。そして尖閣島の周りに石油があるらしいっていうのが分かったんです。でその時にもうそれもすでに40年前の話ですからね、その時にちゃんと領有権を日本政府が主張して中国と交渉すればよかったのに、それも日本政府はしませんでした。理由は中国と商売をしたかという経団連の人たちの要請があったからだという噂がありました。それから2年後フランスから磁気調査船が与那国の周りに来ました。尖閣の周りに来ました。その磁気調査船は中国の依頼があってフランスが調べたという話があります。それからですよ、突然尖閣の領有権しつこく言うようになったのは遅いですよ、日本政府は。いやいや、まあ特に与那国島に住んでる人間としては、なんであの時にちゃんと領有権をはっきりさせてくれなかったんだ。経団連が中国と商売するために灰色です、済ませてしまったのが悔しくてなりません。ただそれは賛成派の人もいるんですよ。尖閣島の実効支配してたのは日本だから、灰色でも実効支配してる人がところが強いんだ、そういうふうに言ってる人もいました。今中国の船が尖閣に来てると言います。でもそれに対してアメリカ軍は何にもしてくれません。多額の思いやり予算を取ってアメリカっていうのは本当に中国と戦争してくれるんですかね。例えばベトナム戦争の時はそれまでベトナムに協力していた人たちを全部置き去りにしてアメリカ軍は逃げたんです。その結果ボートピープルといってベトナムから逃げ出す人たちもいました。僕のいた与那国島でも2組のボートピープルが流れ着きました。そしてそのボートピープルの人たちは日本が移民を認めてない、そういうことで結局アメリカまで行ったそうです。アフガニスタンでもイランでもイラクでもアメリカ軍はそれまで協力してた人を全部置き去りにして逃げたんです。本当にアメリカ軍が日本を守るために中国と戦争してくれますかね。そこまで頼っていいんですかね。僕は間違ってると思います。それ以上に今沖縄で新しい辺野古の基地ができようとしてます。そして先島、宮古島、石垣島、与那国島に自衛隊の基地ができてしまいました。これ以上沖縄に犠牲を強いるのは間違いだと思っています。それが僕の主張です。もし基地が必要だったら日本に作りましょうよ。北朝鮮に近いのはあれですよ、先島じゃなくて沖縄じゃなくて九州や対馬じゃないですか。もし中国の脅威、北朝鮮の脅威というんだったらロシアの脅威もあります。沖縄に基地を作るのは間違いだと思っています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今ね、沖縄とか南西諸島のね
分自家用再開が進んでいるって、ね、お話しいただきました。この間バイデン大統領日本に来て日本に対してね防衛費の増額をしろと、あそっちでよりによってね岸田首相はね国会審議もね国民問うこともしないで大幅に増幅するっていうね勝手に口約束しちゃってるんですよ。で元々ねGDP2% 増っていうのは2006年に米国が NATO に対して 2% に増額しろと、で2014年にロシアのウクライナ侵攻の時に今度は24年までに 2% にしろっていう達成しろっていうのを私が出たんですよ。で2017年に今度トランプ政権が NATO 以外の同盟国も 2% 最低 2% 以上に防衛費を増額しろと、で2020年は今度は全ての同盟国が最低でも 2% の防衛費増額しろと、しかもこれ投資しろって言ってるんですよね。で防衛費に対してね投資っていうね言葉がねすごくおかしいと思いますよ私ね。要はアメリカが要は自分とこの国の武器を買ってくれっていうそれを押し売りしてるわけですよ NATO や日本に対して。だから中国の脅威とかね必要以上に煽る。中国だってねバカじゃないですからねアメリカとガチでね戦争なんかできるわけないんですよ。そしたら本当地球滅びちゃいますからねマジでやったら。だからねアメリカっていうのはねこの間銃規制のねまた乱射事件起きて銃規制の話今またやってますけど、アメリカってね本当二面性がある面白い国でね今のね現行憲法なんかのね明文化したものをね作った素敵な国ではあるんですけど、その逆でずっとねフロンティア精神とかパイオニア精神って言ってね武力によってね侵攻してきたっていうね歴史があるんですよ。だから多分先ほどの方も言われましたけど、日本は南西諸島や沖縄でね自衛隊とか要塞化して米軍と協力してもあれはあくまで米国の防衛のためであって日本の防衛のためでないです。だ多分また辺野古沖縄がね犠牲にされる危険性は高いんですよ。ましてや辺野古基地なんてね今軟弱地盤とかねいろんな問題があって全然遅れてるんですよ完成が。でその時にねじゃあ返還するって普天間がどうなってるかなんかもう、ま、先分かんないんですよ。その時世界情勢がどうなってるか、そこにねもう初め5000億で始めた工事がねもう何兆円ってなってそれでまた軟弱地盤回廊でねまたそこで増額するっていうね、まあ、ほとんどもう利権ですよねあれもね防衛利権辺野古も。だから皆さんの税金がねこういう無駄なところでどんどん使われてるっていうのはね皆さんもっとまあ後々ねまた選挙の話の時しますけどもぜひねそういうところも関心持っていただかないとこの今度お金だけじゃなくてね皆さん命までね捉えちゃう可能性もありますので皆さんぜひ考えていただきたいと思います。で次はねちょっと一曲歌をお願いしたいと思います。音の歌ちょっと見てくださいどうですか。はい、ご通行中の皆さんこの場所をお借りしましてこの国のさまざまな政治のこととかいろんな我々の大事な人権問題とか経済のこととか分かりやすくお伝えするというそういう活動をしております。特定のなんか宗教とかですね政党ではないですね。この SNS の呼びかけを見た有志の市民がですねこの場所に集まって訴えを行っております。はい、で私自身ですね武蔵野市在住のミュージシャンです。この国の政治が本当にひどいなと思って自民党がやってることですね安倍政権以来本当にひどいなってことでこういう活動私も参加しております。平和の歌どんどん歌っていきたいと思います。音の歌でしょ聞こえてますかね。はい、じゃあイマジン今井の清志郎さんのイマジン日本語バージョンで歌っていきたいと思います。
いつもは一番にやっていただいてる茶色の朝は嫌ださん紙芝居紙芝居の舞台を使ってちょこっとお話をしますが、本当はね、今日はあそこにある八王子平和原爆資料館の紹介をしたいと思っているんですけど、選挙が近いんでいろいろ聞いてもらいたいことがあると。ただちょっとだけ原爆の話をします。今の広島市の中心部を上から見るとこんな感じなんですけど、ここが平和公園やって、ここ原爆ドームですけど、この辺からこっち側を見た2枚の写真、上が被爆前、下が被爆後ですけど、原爆ドームは分かりますね。ここにあるのが今は平和公園になっているところです。見るともうこんなに家がみっちり立ち並んでます。ここは今の平和公園のあるところっていうのは広島屈指の繁華街でした。1945年8月6日午前8時15分この辺の上空、ここら辺かな、600メートルぐらいのところで一発の原子爆弾が炸裂します。まあ、強烈な放射線と熱線、それから超高圧の爆風、まあ、詳しくはですね、今日は広島の資料館で配っているリーフレット、大量にツテを頼って手入れてきましたので、あそこに、この辺にあると取りにくいでしょうから、端っこの方にありますから持って帰ってください。これ多分東京ではなかなか手に入らないと思います。広島の資料館に行ったらもらえる資料、これを見ていただければいいんですけど、まあ、衝撃波と爆風が半径4キロに達するまでに約10秒と言われてますんで、この状態からこの状態になるのに10秒、ただここ爆心地のすぐ近くですから多分10秒かかってません。で、当時広島市内には35万人の人が生活していたと言われてますが、その年の12月までにそのうちの14万人が亡くなったと推計されてます。で、そのうちの1人、広島県立第二中学校の豊島武雄くん、この子ですけど、ちょうどさっきのところでいうところのこの辺に、あ、学校の1年生の人たちと一緒にその建物疎開に動員されてて、朝集合していた、この辺りに集合してました、その時間。よいしょ。で、武雄くんというのは原爆炸裂の瞬間は生き残ります。ただ探しに来たお母さんですら見た目では判断つかないほどの大やけどを負って、まあ、声で分かったそうですけども、翌日亡くなります。で、お母さんはその武雄くんの着てた制服をすごく大事にとっていて、まあ、これですけども、まあ、ズボンなんかはですね、多分やけどで脱がせられなかったんだと思いますけど、ここ全部ハサミで切ってあります。あとはこの辺のシミは血のシミがついてます。で、この制服、今さっきそこに行っている八王子平和原爆資料館、そこにあります。東京です。広島まで行かなくてもこれ見ることができます。あのチラシも持ってきてるのでしれっと持って帰ってもらえばいいかなと思いますが、ぜひお持ち帰りください。で、こっからの話はもうその資料館とは全く関係なく、私の、まあ、思いを言うわけですけども、そもそも子供に罪はない。核兵器っていうのは完璧無差別大量殺戮兵器です。んなもん使っちゃダメに決まってて、核抑止だの核共有だのってのは自分たちも使うってことですから論外です。で、なんでこのアジア太平洋戦争が始まって、で、なんで日本中焼け野原になるまでその戦争が終わらなかったのか、そこにはいろんな教訓が詰まってるはずなんですけど、私含めてあんまり知らない。だから今同じようなことが起きてますけど、どうすればいいのか分かんない。でも最低でもこれだけは確認しておきたいと思います。戦争はダメだということは確認したい。ウクライナの人たちもたくさん死んでます。ロシア兵も死んでます。ロシア兵だって家族もいれば友達もいるはずなんです。彼らは命令でやってるわけです。で、戦争を始めたロシア、こんなもん悪いに決まってますけど、始まっちゃった戦争はもうどっちかを応援するとかしないとかそういう話じゃなくて、もうこれ以上人が死なないように早く終わらせる、それしかないんです。で、最近よく国を守るとか言いますけど、それもうちょっと具体的に言うと、
私たちの普通の生活を守るということだと思いますけど、普通の生活を脅かす脅威というのは外側だけじゃなくて内側にもあります。で、外側の脅威に対するものって軍事だけじゃありません。だいたい戦争になっちゃったらもう生活壊されちゃってますから終わりですよ。戦争ってのはもう政治の究極の失敗です。で、戦争を防ぐ抑止力、こんな言葉もよく聞きますけど、抑止力って要するにあの国を攻撃しちゃったらうちの国に損になる、そう思わせることだと思います。まあ、軍事力も一つの手です。それは確かにそうです。ただ日進月歩ですから、兵器なんつうもんはそんなもんずっと相手より相手より上上上ってやってればキリありません。お金がいくらあっても足んない。でもあの国を攻撃するとうちの国にとって得じゃないって思わせる方法って軍事以外にもいろいろあると思います。経済とか文化とか、そういう外交こそが政治家のお仕事なはずなんです。それから普通の生活を壊す脅威っていうのは外じゃなくて内側にもあります。だいたい今ね、足元見てくださいって、この足の方を見るんじゃなくて、例えばこれって国が去年初めて実施した子どもの貧困についての全国調査の結果の一部ですけど、ここにね、中央値のなんちゃらとか書いてあるんですけど、これは、10日世帯収入の中央値のこと言ってまして、何のことかっていうと、一家の手取り年収をちょっと調整して一人頭にします。で、そうするとその金額がまあ10万から何百万って人がいますけど、それを下から順番にずらーっと並べて真ん中の人の収入、それを中央値って言ってます。で、この調査だとそれが317万5400円、さらにその半分は158万7700円、これ一人頭です。で、ここに出しているのは現在の暮らしの状況について聞いた回答で、上側ですけど、こっちから大変苦しい苦しい普通って感じで、こっちの向きにかけてだん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 、まあ、良くなっていく。で、さっきの中央値より上の人たち、まあ、一人当たりの年収が317万円以上の人たちは大変苦しいとか苦しいが合わせて 9%、 一人当たりの年収が158万から317万円の人たち、これ準貧困層と、まあ、言いますけど、いや、まあ、言いますというか、そう言いましょうか。そうするとこの大変苦しい苦しいが 36.8%、 そして一人当たりの年収が158万円未満、今度は貧困層と呼びましょうか。そうするとこの大変苦しい苦しい合わせると 57.1% と。じゃあ具体的にどう苦しいかって言えば、貧困層だけに限れば食料は買えなかった経験があった 37.7%、 衣服が買えなかった経験があった 45.8%、 電気が水道のいずれか一つ以上で未払いが発生している 20.7%、 そういう結果が出てます。で、この調査結果によると、その準貧困層と貧困層の子どもほど成績が低くて学習習慣が身についてなかったり生活習慣が整ってない子どもがいるとか、相談相手が限られるとか、生活満足度が下がるとか、そういうことが数字で出てきます。だいたい子どもたちが同じスタートラインからよーいドンってスタートしてこうやってるんだったら、こんな偏り生じるはずありません。これは明らかに生まれた家の経済状況によって不平等が生じている。で、それがしかもずっと連鎖している。厚生労働省の国民生活基礎調査というのがあって、最新は2018年の結果なんでコロナ前ですけど、コロナ前でも子どもの貧困率は 13.5%。 ここで言ってる貧困率っていうのは、まあ、さっき貧困層といった子どもたちと大体同じことを意味してますが、7人に1人が貧困だと、子供のですよ。それがコロナ前です。コロナ後どうなったのか。で、子供の未来応援国民運動というのがございまして、まあ、ここにずらっと省庁の名前が出てきます。内閣府、文部科学省、厚生労働省というのをやってるわけですけど、大きく3つの活動をしているとホームページに書いてあります。1つ目は子供の未来応援基金で企業や個人から広く寄付を募る活動、2つ目は企業と NPO とのマッチング、3つ目は子どもの未来応援フォーラムをはじめとした広報活動と、要は寄付と民間の紹介とその宣伝というのをこれはやってる。2015年に始まっていて、翌年1周年の集いっていうのがあって、当時安倍首相ですが、安倍首相が
こんなメッセージを出しております。日本の未来を担う皆さんへということで、あなたは決して一人ではありません。子ども食堂で共にテーブルを囲んでくれるおじさんおばさん、学校でわからなかった勉強を助けてくれるお兄さんお姉さん、あなたが助けを求めて一歩踏み出せば、そばで支え、その手を導いてくれる人が必ずいます。あなたの未来を決めるのはあなた自身です。あなたが興味を持ったこと、好きなことに思い切りチャレンジしてください。あなたが夢を叶え活躍することを応援しています。これが当時の安倍さんのメッセージなわけですけど、興味を持ったこと、好きなことに思いっきりチャレンジできれば苦労せんわいと感じるんじゃないでしょうか。私もそんなに苦労してきたわけじゃないですけど、本当に貧困で苦しんでいる人の気持ちってのは分かりませんが、国の責任を置いといてこりゃないでしょうと思います。でさっき国がやった子どもの貧困調査、去年が最初だったって言いました。安倍さんはなので子どもの貧困を知ろうとも知りませんでした。でこの人が今声高に言ってるのは防衛費です。これは防衛費の推移ですけど、あるところからギュンと上がってますが、ここから第二次安倍政権です。もうあからさまですが、で安倍さんね、今これ5兆4800億を今年度予算で概算要求しようとしてますが、これ倍にしようって言ってます。でもですよ、よく考えなくてもなんですが、まあ撃ってくださいとばかりに海岸沿いに原子力発電所が並んでおります。うちの国防衛もクソもありません。こんなもん全部を完璧に守るなんて無理です。ってことはうちの国は絶対戦争できません。死に物狂いで外交するしかありません。で安倍さんっていうのは、防衛費は次の世代に祖国を残していくための予算だから、出すべきお金はしっかり出していくって言ってるそうですけど、さっき貧困の話しましたが、次の世代どころか今の世代の子どもたちの生活がぶっ壊れてます。今中国とか北朝鮮が日本攻めてきますか。攻めるのは簡単ですけどね、こんな狙うところいくらでもありますんで。でも日本の攻めるのにどれだけのコストがかかるか、それに見合うメリットがあるのかどうか。で私たちが本当に今恐れるべきなのは内側の脅威だと思います。もうすでにぶっ壊れている普通の生活、7人に1人が貧困状態です、うちの国で。それだけじゃありません。今この国は日本じゃない、原子力緊急事態がまだ解除されてません。福島第一原発全然片付いてません。たくさんの人が事故で普通の生活壊されてます。故郷に帰れない人いっぱいいます。災害も多いですね。だいたい毎年水害が起きる、地震も最近多い。いまだに日本は災害があった避難場所って冷たい床の体育館に勧めです。安倍政権、それから菅政権、岸田政権と、この間子どもの貧困、福島第一原発の処理、それから災害対策、それだけ見て、そしてもどんだけ進みましたか。でこの間防衛費、さっき見てましたけど、ずっと防衛費を増やし続けました。それで私たちの安心感は増しましたか。まあね、原発をこんだけ海岸沿いに並べといて、攻めてくるか来ないんだかよく分かんないような外側の脅威のために、さらに防衛費を倍増させるのか。もう内側の脅威、もうぶっ壊れちゃってる私たちの生活をなんとか立て直すためにお金を使うのか。今度来月選挙がございます。それはその選挙ってのはその選択です。今回の機会を逃すと最長3年間国政選挙がありません。本気で今回の選挙は私たちの暮らしがどうなるか決める選挙だと思います。軍事なのか生活なのかという選択です。選挙に行かなかったら軍事を選択したことになります。ありがとうございました。ありがとうございました。まさしく今言われた通りね、今度の選挙、7月10日参議院選挙、これ自民党とね、改憲勢力に3分の2以上取らせますと、まず改憲されます。そうすると改憲された、自民党の改憲草案というのは、国民の主権を奪って、徴兵制も、十分あり得るでしょう。ちょっと今の若い方生かされますよ。だから選挙行かないっていうことは戦争に行ってもいいですよっていう、今回ね、それ以外にもね、いろいろ焦点はありますけど、それがまず第一ですよ。であとね、先ほどね言われた、外交とかね、いろいろ戦争しない要因ってありますけど、例えばね、日本って貿易で2000
2000年の頃っていうのは、まあ、輸出に合わせて1位は米国で 25%、 中国は2位で 10% だったんですよ。これが2020年、2年前にもう1位は中国になって 23.9、 約 23% で、アメリカは 14.7% に下がってるんですよ。だ今日本の最大の貿易国は中国なんですよ。でその中国をね、脅威脅威つってね、アメリカの言いなりになって、まあ、危機を煽る。これはもう明らかにね、アメリカの防衛のためで、ね、アメリカの武器を買うためでっていうことはもう明白なんですよ。だからもう本当ここでね、マジ、まあ、次の成長、まあ、第一弾としてでも止めないと、本当皆さんの、ね、生活が今以上に壊されることはまず間違いありません。まあ、選挙に関してはまた後ほど言いますので、まあ、ここはとりあえず曲歌をお願いできますか。はい、日本元気です。皆さんもうすぐ、みんなが待っている参議院選挙です。はい、一緒に行かないと。参議院選挙です。さあ皆さん頑張りましょう。このぶっ壊れたぶっ壊れたぶっ壊れた私たちの生活を元に戻しましょう。裕福層だけが裕福になる、経済政策ではなく貧困層にみんなに等しく富が分かち合える。未来を見つめて私たちは民主主権の理想に目覚めなければいけません。軍隊はその銃口を敵に向けるだけではなく、逃げて帰ってくる自国の兵隊にも銃口を向けます。そして国内では戦争反対と叫ぶ私たち一般市民にも軍隊は銃口を向けます。軍隊は私たちの軍隊ではなく政府の軍隊なのです。いつも戦争は政府が起こすと日本国憲法全文には書いてあります。ジョン・レノンのイマジンと日本国憲法全文がよく似ているという、説があります。その日本国憲法全文は長野誠という林氏という方が、ジョン・レノンの友人の林氏が英文から日本語に訳した日本国憲法全文がすごくイマジンに似てるというお話です。それで今日はここで日本国憲法全文を暗唱したいと思います。そちらの警察の皆さんも日本国憲法全文は暗唱できるはずですよね。国家公務員ですから。音楽入れます？あ、聞いてないかな。じゃあ音楽なしで、私たち日本人は正しく選ばれた国会の代表者たちを通して行動します。私たち日本人は全ての国々との平和的な協力によって得られる実りと、この国土いっぱいに自由がもたらしてくれた恵みを固く守っていくことを決心しました。私たち自身と子孫たちのために、私たち日本人は政府によって起こされる戦争の恐怖をもう二度と私たちのところにやってこさせないということを宣言します。そして私たち日本人は
揺るぎない意志でこの憲法を制定します。政府は人々の神聖な信頼によるものです。その権威は人々から出され、その力は人々の代表者たちによって行使されます。その利益は人々によって楽しまれます。これは人類すべてが持つ原則であり、この憲法はその原則に基づいています。私たち日本人はこれに反するどのような憲法、どのような法令、どのような朝食を排除します。私たち日本人は永遠の平和を願います。私たち日本人は人と人との友好関係を支配している高い理想と心から自覚しています。私たち日本人は平和を愛する世界の人々の正義と信念を信じて、私たちの安全と存続を守ることを決めました。世界中の人々が恐怖も欠乏もない平和な暮らしを送る権利を持っているということを私たちは認識しています。世界中の人々が恐怖も欠乏もない平和な暮らしをすることを私たちは認識しています。どのような国でも自分の国のことだけを考えていてはいけないという政治道徳の法則は誰にでもどこにでも通用するものなのだと私たちは信じています。自国の主権を保ち、他の国々と対等な関係を持とうとする全ての国にとってこの法則に従うことは義務なのだと私たちは信じています。私たち日本人は国の誇りにかけ、この高い理想と目的を達成することを誓います。憲法が改憲され、この日本国憲法全文まで変えられることがないように、日本憲吉は心から願い祈っています。では楽しい選挙を、皆さんの選挙を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次のスピーチは友桃さんお願いします。池袋駅東口ご通行中の皆さん、こんにちは。私、とももモと申します。と今までここでいろんなお話、皆さん、私たちの仲間がしてたんですけれど、今日これから私も憲法のことについて少しお話をしたいと思いますので、よかったらお耳を傾けていただけたらと思います。ちょっと今回のお話は皆さんをビビらせるかもしれません。で、
実際こうやってマイクを持って話してる人を見るとなんか怪しい人なんじゃないかなとかうさんくさって思う人多分いると思うんですよ。私も多分旗から見たらそう思ってたと思います。でこれから私がお話しすることインターネットで調べたらすぐ分かるものばっかりです。もし私の話を聞いてこれやばいんじゃないとか本当のことなのって思う人はぜひこれから私が言うキーワードでお手持ちのスマートフォンで検索をしてください。で先ほどもリレースピーチの中であったんですけれども今度もう本当に1ヶ月切りましたね。選挙があります。6月22日公示7月10日日曜日が投票日の参院議員選挙です。この選挙が終わると衆議院の解散がない限り最長3年国政選挙はありません。この数年の間に今皆さんが住んでいる日本という国が大きく変わってしまう可能性があります。皆さんは今私も含めてこのように今日も自由に自分の思うように街を歩き食べ人と会話をしたりして過ごすことができています。でもその選挙でもし憲法を変えることになってしまったらそれが実際できなくなってしまう可能性があります。これはとっても私にとっては怖いことなので皆さんと共有したいと思います。実はこれ私4年ぐらい前からあ4年ぐらいずっと言ってるんですけどなかなか皆さんに響かないので何度も何度も同じ話をしていきたいと思います。で実はその選挙が終わって今自民党、ね、あの政府与党は憲法変えたいよって言ってます。変える内容って皆さん知ってますか？もしかしたらなんとなく雰囲気だけ聞いたことがあるっていう人もいるかもしれないんですけど詳しい内容って本当にテレビとか新聞で報道がないのでただただ憲法を変えるだけって思っていいんじゃねって思って変えてもいいんじゃないって思ってる人もいるかもしれないんですけど内容相当やばいです。一応自民党は4つ憲法の内容を変えると言っています。1つは参議院の合区これは地方で人口が少ないところを、まあ、人口比に合わせてあの議員さんを出そうということで、まあ、議員削減ってちらっと聞いたらいいことに思えるかもしれないんですけど実際地方に住んでる人っていうのは全然自分たちの意見が議員さんがいないことによって反映されなくなります。これもちょっと困りますね。あとこれは別に憲法で決めなくてもいいんじゃないって思います。あともう一つが教育の無償化これもすごいパッと見いい話に聞こえると思います。だって学校行きたくてもお金がなくて行けない人って結構いますよね。大学だったりとか大学院だったりとかそういう高等教育を受けるのに無償化だったらいいなって思うかもしれないですけどこれも別に憲法に盛り込まなくても法律作ってさっさとやればいいんじゃないって思います。で残り今から言う2つがちょっとやばいやつですね。一つは憲法9条の自衛隊明記これ今まで日本は戦争放棄しますって言ってたのに自衛隊のことを憲法に載せてしまうと世界の人から見たらあれ日本って戦争する気ないはずなのに軍隊持ってるって思われてしまうんですよね。今まで日本は戦争を放棄していて私たちはちゃんと平和的な外交で世界の人たちと仲良く手を組みますよって言っていたのに自衛隊を明記することによって世界の国の中には日本やる気じゃね喧嘩売る気じゃないって思われてしまいます。なのでこれ自衛隊明記することは非常に危険です。あと今日本の国って若い人がすごく減っています。なので
自衛隊に入らない人でもあなた自衛隊に入りなよって思われてしまうこともある、そういう可能性が高いということですね。あとこれからお話しする話が多分皆さんの生活に、若い人もお年寄りも皆さん直結すると思います。ここに緊急事態条項はなぜやばい書いてあります。これ緊急事態条項ってコロナの時によく出されていた緊急事態宣言とは全く違うものです。私たちの私権、要は私たち一人一人が持っている生きるための権利などが奪われてしまうとてもやばい内容です。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まず緊急事態条項が憲法に盛り込まれると、これその時の首相が緊急事態を宣言します。今やべえ日本緊急事態だよって言います。これ日本の国民がそう思わなくても首相が思ったら緊急事態なんですよ。だから私たちに関係ないところで緊急事態の宣言があります。そうすると何が起こるかというと、内閣へ権力が集中します。内閣単独で法律同等の政令の制定が可能になります。そうするといろんな決め事全部内閣という少ない人数でいろんなこと決まってしまいます。でその決まったことに対して国民、まあ、皆さんですね、私たちを含む皆さんは国の決定に従わないといけなくなってしまいます。例えばすごい良心的な内閣だったらいいかもしれないですよね。でも人って権力持つと絶対変わるんですよ。どんなにいい人でもやっぱり自分に都合の悪いことは禁止します。そうするとその禁止されたことを私たちは守らないといけなくなってしまうんですね。でこの緊急事態条項で宣言がされると国会議員の任期は延長可能になります。つまり選挙がないのでずっと同じ人がその政治という権力を握るようになってしまいます。で緊急事態の期間はこれ一応100日単位って区切りが決まってるんですけど、国会の承認を得られるとどんどん延長できちゃうんですよ。なので事実上無制限です。これ何が起こるかというと、あっという間に独裁国家になってしまいます。今いろんな独裁国家ありますよね。例えば一番近い話だとウクライナに今侵略をしているロシアなんかもプーチンさんがすごい権力握ってますよね。国民の皆さんは戦争のことを一言も話せないような制限がされています。日本も同じような状況です。でちょうど今お隣でミャンマーの人が募金を募ってるんですけど、ミャンマーも同じです。軍事政権がずっと独裁で国民の人にありとあらゆる制限を設けて国民の皆さんとても苦しい思いをしています。日本も今は皆さん好きなこと言えてますよね。好きな音楽を聴いて好きな本を読んで好きなことをできると思います。でもこういう状況になると好きなことって全くできなくなってしまいますし、それが嫌だということも言えなくなってしまう可能性があるということです。私これはすごい怖いことだと思うんですよね。ちゃんとこの私が描いた絵の中にウサギが怖いよって言ってます。怖いですね。でこの緊急事態条項を盛り込まれてその制限がされると独裁の他に危惧されることがあります。まだあるのって言ってますね。まだあるんですよ。例えばさっきも言った徴兵制の導入ですね。日本が今緊急事態で危ないから日本の若い人男女問わず徴兵しますよって言われたら、その決定に国民の人はみんな従わないといけなくなります。
そうすると何が起こるかというと、自衛隊が国防軍化します。国防軍化すると軍隊なので戦争に参加しなきゃいけなくなってしまいます。今皆さん普通にこうやって歩いてますけど、そういう今若い方、今10代の方とか小さなお子さん、そういう人たちが戦争に参加しなきゃいけなくなってしまう可能性があります。もしかしたら男性の方だったら、今子供とか少ないので、ウクライナのように60代ぐらいの男性の方もこの徴兵制で戦争に行かなきゃいけなくなっちゃうかもしれないですね。男性だけじゃなくて女性とかも駆り出される可能性あるので、とっても怖いことですね。あと、まあ、円が切り替えられるので国の借金が帳消しになるっていうのも、まあ、これもありますけど、その次がちょっと怖いですね。冤罪逮捕の横行。これ例えば国の決定に従わないといけないんだけど、今の私たちみたいに、ちょっと国のやってることおかしいんじゃないって、こういうこと言ったら捕まっちゃう可能性あるんですよ。あとその他もろもろ、例えばそういうこともやってもいないのに勝手に証拠を捏造されて逮捕されてしまうっていう可能性もあります。あと首相は何やっても罪に問われません。なので本当に独裁政治になってしまうんですよ。怖いですね。だからで、この緊急事態かどうかを決めるのは、さっきも言ったように私たち国民ではなく首相が行うんですね。なので首相が緊急事態って言ったら、何がどうであれ緊急事態になるんです。そして私たちの権利がどんどん制限されていきます。でこれ私が手書きで書いたものなので、この人の妄想なんじゃないって思われると嫌だから、一言言っておきますと、まあ、例えば自民党改憲草案ですとか、やばすぎる緊急事態条項ですとか、そういったキーワードで検索ググればすぐ出てきます。いろんな人が言ってますし、今私ちょっと手元に持ってるんですけど、日弁連、日本弁護士連合会かな、ちょっとごめんなさい、あやふやで、大阪弁護士会とか出している憲法に聞きたい、本当に必要、緊急事態条項必要なのっていうパンフレットとかもありますし、こういうのもいろんなところで本当ググればたくさん出てきますので、これやべえなと思ったりとか、この人の言ってること本当かよって思ったら、まあ調べてもらえると嬉しいです。でこれ、その来月の選挙でもしも自民党が圧勝してしまったり、改憲したいよって言ってる政党とか結構あるんですよ。まあ、もちろん自民党もそうですし、あとまあ自民党に乗っかってる公明党もそうですし、まあ、日本維新の会、あと今はあれですね、国民民主党かな、もう自民党の政策に乗っかってなんとかおいしい思いしたいって思ってる人たちが多いので、そういう人たちに投票したりすると改憲勢力がすごく大きくなってしまって、この来月の選挙後にすぐ改憲に結びつくと思います。あともう一つ伝えたいのは、やっぱり憲法、日本国憲法ってすごくいいものなんですよ。先ほどお話しされた方も全文のお話ししてくださいましたけど、私はすごい心が弱ってる時に全文読むと泣いちゃうんですよ。本当に日本国憲法のあるがままの政治が行われていたら、私たちこんなに苦しくないんですよ。だから皆さんも日本国憲法読んだことない方もいるかもしれませんが、これまたググればすぐ出てきます。ぜひ読んでいただいて、この日本国憲法の内容のままに政治を行ってくれる人を選挙で選んでほしいんです。なのでぜひこれは皆さんちょっと心に留めておいていただいて、お時間あるときにぜひ読んでいただければと思います、ね、何度も言いますが、来月10日、7月10日の日曜日が参院選挙の投票日です。この時までに投票に行かないと、本当に日本は戦争をしたりとか、皆さんの自由な
本来あるべき権利を奪われてしまう可能性があるということを本当に知ってもらいたいんです。別に私はどこに投票してくださいとか言いません。皆さん好きなところに入れてくれればいいです。でもその時に例えばこの人名前有名だからとかそういう理由では投票しないでほしいです。本当にこの憲法を守った政治をしてくれる人なのかどうかっていうのを調べれば本当すぐ分かります。皆さん SNS とかも使われてると思うので、 Twitter ですとかあのインスタですとか Facebook いろいろありますよね、ツールが。そういうもので調べてもらってもすぐ分かると思いますので、ぜひあの投票に行っていただきたいと思います。これ投票行かないと本当にあの権力持った人って好き勝手なことをやるんですよ。実際今もいろいろありますよね。例えば皆さんが一生懸命働いて税金を納めて、その税金どんな風に使われてるか皆さん知ってますか？消費税とかもずっと自民党の今までの歴代の総理大臣、消費税のことについて聞かれると社会保障のために使ってますって言うんですけど、社会保障費どんどん削られてます。お年寄りの方も年金が1割から2割に増えたりとか、あと若い人たちも含めて全然社会保障のために使われてないんです。社会保障のために使われてたら実際去年一昨年とかのコロナ禍の時にも路頭に迷う人っていないはずなんですよ。でもたくさんいました。フードバンクとかも本当に大勢の方が並んでいました。今も多分それは変わってないと思います。なぜなら政府が何もしないからです。そして社会保障のためにお金を使わないからです。予備費とかもいつの間にか使途不明金になってしまったお金が16兆円とかあるみたいです。だからそういうことも本当調べたらすぐ分かるんですよ。これ私皆さんと知らない人同士で言ってるから妄想なんじゃないとか嘘じゃない、私たちのこと騙そうとしてるんじゃないって思う人もいるかもしれないですけど、調べてもらえばすぐ分かります。あの私が言ってるたわごとじゃないっていうことが分かると思いますので、一応キーワードをいくつか言っておきますね。7月10日は参議院議員選挙、選挙行こう、あとやばすぎる緊急事態条項、自民党改憲草案、この3つ、いずれでもいいですから調べてください。調べて皆さんが知った上で選挙に行って明るく皆さんの自由が保障される良い日本にしていけたらいいなと思って、私たちはこうやって集まってお話をしています。またちょっと後でちょろっとお話しするかもしれないんですけど、今回の私のお話は以上になります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからでね、ちょっと一曲歌をお聴きしてお願いします。はい、じゃあ、音聞こえてますか？はい、安全と平和の歌、一曲歌っていきます。これ沖縄にちなんだ曲です。時を越えっていう曲ですけれどもね、マイク聞こえてますでしょうかね？どうでしょうか？大丈夫でしょうか？はい、そうですね、先ほどの方もいろいろ話して詳しく話してくださいました。来月10日、7月10日に選挙が、参議院選挙があるってこと、まだ定式じゃないんですけどね、7月7日選挙、参議院選挙があるってことも有力視されています。で、知ってますか皆さん、このね、選挙の結果によって本当に、ね、日本の今後の命運をね、すごく左右するような大きな大事な選挙なんですよ。はい、7月の10日、はい、10日ですね。もう今の自民党がやってること、本当に軍拡、ね、軍事費、防衛費を10倍ですって、2倍ですって、
でその財源何かというともうね消費税をアップするとか社会保障を削るとかそういう話になってくると思いますよ。財源のことはまだ言いませんけれども、そしてあの自民党がはっきりと公約として掲げているのが憲法9条改正、戦争できる国にするってことです。それともう一つ緊急事態条項の創設です。はっきりと自民党が公約として掲げてます。でもどうでしょうか、皆さんそのことご存知でしょうか。憲法9条改正するってこと、あと緊急事態条項の創設、本当にね戦争するための日本柱だと思いますよ。戦争するもう憲法9条の歯止めを全くなくす、そして戦争反対の声が上がったらどんどん逮捕もできるようなする、向こうに本当に独裁が可能になってしまう、本当に大げさなんじゃないかって思っていますか。そんなことないんですよ。本当に内容的にね本当に緊急事態条項創設されて総理大臣が緊急事態だと宣言すれば憲法を停止することができるんですよ。憲法停止、私たちの人権自由もね制限することが可能だというそんな内容です。これっていうのはですね、昔々戦前にナチスドイツが独裁するために使った国家緊急権、あれと同じ内容のものなんですね。本当に憲法が停止されてしまう、そして政府がね国会の承認も通さずに政令というんですけど法律を作って、これに地方自治体も国民も従わなければならない、そして基本的人権も制限することができる、これ本当にまさに独裁ですよ。こんな怖いことをね緊急事態条項でやろうとしてるってこと全然報道されませんね。でもねこの選挙が終わって自民公明とか維新とかがね3分の1以上の参議院の議席取ったら確実に憲法改正始めますよ。本当に皆さんよろしいんでしょうか。大事な選挙、参議院選挙7月の10日あります。ぜひぜひもう選挙に行かなきゃ何も変わら言っても変わらないなんて言ってる場合ではないですよ。本当に今の自民党の本当に言ってみれば暴走ですよね。政府による暴走、これ本当にね止めるには選挙で勝つしかないですよ。自民公明と任すしかないと私はそう思います。はい、ということで選挙行きましょう。7月の10日参議院選挙です。では歌曲曲行きたいと思います。時を超えです。
はい、ありがとうございました。次続きまして、紙芝居をご覧いただきたいと思います。そしては、はい、じゃあふやふやさんお願いします。はい、皆さんこんにちは。今から紙芝居をやろうと思います。お時間ある方、短い紙芝居ですのでよかったら見てってください。タイトルは戦争放棄だけじゃない憲法9条というタイトルです。憲法9条皆さんご存知でしょうか。はい、送ってください。憲法9条は不戦の誓いですよね。戦争放棄します。戦力を持ちません。戦力を持ちませんって書いてあるんですよ、憲法9条には。そして交戦権の日に戦いません。戦争しません。武器を持ちません。戦力持ちません。戦えませんってことが憲法9条に書いてあるんです。こういう憲法がある国って珍しいですけれども、なんでこういう憲法を日本が持ってるか、アジア太平洋戦争の反省から生まれたんですね。今でいう自民党から共産党、革新保守の党派を超えて、もう戦争はこりごりだと。当時の政治家の人たちも戦争を体験してますから、もう二度と戦争はしたくない、戦争はこりごりだっていう思いから憲法9条が生まれたんです。はい、めくってください。憲法9条があったから、日本人は戦争で人を殺したり殺されたりしないで来れたっていうこと。これ今までいくつも戦争ありました。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争とアメリカの戦争に付き合わされそうになってきたんですよ。日本は何度も何度も一緒に戦おうって言われてきてきたんです。その度に憲法9条があるから、うちは戦争には参加しませんよっていうことを言えたんです。政治家も外交のカードとして使えたんです。ですからこのアーミテージさんも、日本をアメリカの戦争に参加させたいんだけれども、必ず憲法9条がバリケードのように道を塞いだんだと、はっきりと明言しているんですね。憲法9条があったからこそ日本はアメリカの戦争にお付き合いしなくて済んだと。こちらの方は元海兵隊の方なんですね。この人は自分が戦争でひどい思いを兵士として体験してきたと。世界中に憲法9条があればいいのに、アメリカにも憲法9条があったらよかったのに、憲法9条のおかげで皆さんも皆さんの子どもたちも戦争に行くことなく守られてきたんですよっていう話をされました。もう亡くなられてるんですけれどもね。こうやって日本の平和を守ってきた、私たちの命を守ってきた、自衛隊の人たちの命も守ってきた憲法9条ですけれども、でも平和の問題だけじゃないってことを今日は皆さんにお知らせしたくて、私はこの紙芝居を作ってきました。はい、めくってください。それは何かっていうと、まず今自民党は防衛費をGDP 比 1% から 2% 倍にするっていうふうに言ってるの皆さんご存知でしょうか。でなんとなく世論もね、ウクライナの戦争を見てると、まあいいんじゃねえみたいな、自衛力高めるぐらいだったらまあやった方がいいんじゃないみたいな声が結構あるんですけれども、でもその財源どこから持ってくると思います。国家予算っていうお財布は一つなんですよ。お財布一つなの。その中から防衛費にさらに5兆円持ってかれるとなると、どうなるかって話なんですよ。確実に社会保障削られます。福祉削られます。年金もらってる人今月6000円減ったとかっていう話をよく聞きますね。医療費も倍になるってお年寄りの人たち嘆いてますよ。それどころじゃなくなるわけですね。消費税も上げられるでしょう。今 10% さらに上げられるでしょう。経団連は 19% にしたいって言ってるわけですから、そういうところから
防衛費を持っていくと私たちの生活を直撃しますね。消費税倍になったり社会保障削られたりするっていうこと、そこを皆さん覚悟して、それでもなお防衛費にさらに倍にしていいんですかっていう問いかけを本当は自民党も言わなきゃいけないけどごまかしてんですね。財源のことはとりあえず参議院選挙までは触れないでおこうっていうのが、まあ、岸田さんの狙いですね。でもいろんな政策ありますよね。子ども手当増やしてほしいとか皆さんないですか。コロナの時商売うまくいかない、もっと協力金欲しい、そういう声がたくさんあると思います。お給料上げてほしい、介護の仕事してる人お給料安いですよね。そういう人たちを支えるようなことを何もしてない。最低賃金1500円あれば普通に生活できるのに、そう思っている方もたくさんいらっしゃると思います。そういう時には財源がないからって政府は言い訳します。でも防衛費のことだけに関してはなぜか財源はむにゃむにゃごまかしてるんですね。非常に小ずるいやり方だと思います。はい、めくってください。憲法9条は平和の問題だけじゃない、私たちの税金を際限なく防衛費につぎ込む、まあ、防衛費って言っても軍事費ですけど、つぎ込む歯止めになってきたってことを皆さんに知ってほしい。憲法9条がなかったらもっともっと軍事産業を儲けさせるために不景気になったら即私たちの税金をもっともっと防衛費につぎ込むことにもっと早い段階からなってたと思います。安倍政権になってから3000億円がすでに防衛費に上乗せされてきてますけれども、もっと早い段階からもっと高額な金額が防衛費につぎ込まれてたと思います。先ほど憲法9条のお話しましたけれども、戦力を持たないって憲法9条に書いてあるわけですから、やっぱりそうやすやすと持ちにくかったんです。自民党の人たちも最低限の、まあ、実力組織の自衛隊が自衛のためにちょこっと持つぐらいだったら勘弁してよね、これだったら憲法9条に触れないでしょっていうギリギリのラインを攻めてたわけですね、まあ、そこを突破したのが安倍さんで、さらに倍にしようとしているのが岸田さんなんですけれども、いや本当に自民党は恐ろしい政治家を次から次へと生むなって思います。そういう政治家のやりたい放題を防いできたのが憲法9条でもあるってことを皆さんに知ってほしい。この20年間日本の賃金見てください、他の国に比べて全然上がってません、横ばい。私娘がいるんですけど、娘も私が就職した時と同じなんですよ。初任給が全然お給料上がってないんです。大学出てたって22万とかね、24万とか、娘もそうなんでびっくりしちゃったんですよ。え、全然日本の給料上がってない、ちょっとどういうこと。他の国はどんどん上がってますよ、さすがに20年間で。もしあれだったらこのグラフしゃべってください。 OECD 加盟国の賃金の伸び率、この20年間の日本最下位ですから、本当にひどいですよね。この9条に今自衛隊を書き込もうっていうね、そういう動きを自民党、公明党、維新、国民民主がしてますけれども、もしそんなことになったらもう欲張りどころじゃないですね。生活苦、貧困がもうコロナ禍以上に加速していく。でそのことに対して政治が何とかしろ、政府はもっと賃金上げろって言っても、こういう声が今度上げられなくなっちゃうんですよ。緊急事態条項っていうものがさらに付け加えられちゃうと、自衛隊明記されて緊急事態条項っていうのを創設されちゃうと、緊急事態下だからお前たち自分の意見は抑えろと、自衛隊がやることに文句つけるな、国がやることに文句つけるなってことが言われちゃうんですね。これが緊急事態条項、独裁になってしまうってわけなんですよ。
まあ、このことを皆さんにもぜひ知ってほしいと思って紙芝居作りました。はい、めくってください。とはいえね、今目の前で戦争が起きてるじゃないですか、ウクライナで。となるとやっぱり北海道はロシアに近いし、怖いなって思う気持ち分かるんですよ。不安に思いますよね。日本は丸腰で大丈夫なんだろうかって。それをうまく巧みに私たちのこの不安を利用してる政治家、煽る政治家がいる。これに乗せられちゃいけないと思います。なぜかというと、安全保障っていうのは軍備だけで成り立つものじゃないんですよ。これジャーナリストの布施友人さんも言ってましたけれども、自分の国をそれぞれの国が自衛で個別に軍事配備していくっていうやり方は時代遅れだ。これ核でやりましたね。片っぽの国が核を持つ、もう片っぽの国がさらに核を持つ、さらにその上になっていく核競争がもう際限なく終わりなくやっていって、もうやめようってことになったわけじゃないですか。これと同じなんです。1、軍事を持つと相手が2持つ、こっちが3持つ、相手が4持つ、こうやって緊張関係が生まれて、どこかのところで勃発的に衝突が起きてしまったら、もうこれは戦争になってしまうんですよ。だから戦争のために軍備をどんどん軍事力をつけていくってことは、これ安全保障のジレンマって言われていて、かえって安全保障が成り立たなくなってしまうっていうことが専門家にも指摘されていますし、歴史が証明してるんです。これの行き着く先が世界大戦でした。第一次第二次世界大戦がこの安全保障のジレンマの結果なわけですよ。で、安全保障のことを考えたときに、私が思うのは、一番最初にいろんな国がやったことって、まず経済的圧力、経済制裁ってものをしましたね、してますね、ロシアに対して。その時に持ちこたえられるような経済力を持ってる国であることが大事なんですよ。これも安全保障上必要なことだけど、日本は食料自給率 37%、 自分の国で食料を調達できない国になってるんです。そんな国が安全保障上もし戦争状態になってきた時に、食料の入った船が止められたらどうなります？日本領域に食料を積んだ船が入ってこなくなったら、私たちあっという間に飢えますよ。だいたい先の戦争だって日本兵の半分以上が餓死なんですから、食料が調達できない国なんですよ、この国は、一国だけでは。だからそういうことも考えなきゃいけない。軍備配備だけじゃないんですよ、日本を守るっていうのは。で、今 ASEAN っていう同盟があります。小さな国が集まっていて同盟を作っています。これは年に1000回も対話をしてるんだそうです。対話でもって戦争を防ごう。だから ASEAN の領域ではもう30年間戦争をやってません。反省してるんです。今までの国対国、軍備合戦、核合戦、これは世界大戦を招くだけだと。お互いの国が話し合って外交の努力を積み重ねることが戦争を防ぐこと、これが今の時代の新しい安全保障なんですよ。で、ありがとう、うなずいてくれて、本当そうなんですよ。実際にそういうふうにやってる例があるわけなんです。日本もそれを真似しなきゃいけない、いいところを真似しなきゃいけない。特に戦争を放棄してるわけですから、もう二度と軍備には軍備を、力には力をというね、行き着く先は世界大戦ってことは防がなきゃいけない。皆さん知ってます？アメリカの対中国の軍事戦略、今沖縄の南西諸島にミサイル配備されてますけど、実はアメリカは沖縄と南西諸島だけではなくて、北海道から九州まで中距離ミサイルを配備しようとしています。これどういうことか、
日本がアメリカと中国の戦争の最前線に立たされるんです。本土が防波堤になる。米軍は一旦引くんですよ。そうなった時、取り残された私たち、どこに逃げるんですか。島国で。ウクライナはいいですよ、陸続きだから。お隣ポーランドに避難しました。たくさんの人がお隣の国と仲良くしていれば助けてくれますよ。でもそれは陸続きだから。日本は島国です。逃げられません。お隣の国にもしょっちゅう喧嘩売ってます。どこが助けてくれるんでしょうか。冷静に考えれば分かることなんです。煽り立てる政治家に乗せられないでほしい。私はそう思います。はい、めくってください。これ、あなたが思う平和とは何ですかっていうインターネットのアンケートなんですね。で、やっぱり戦争がないから平和、そうでもないですよね。やっぱり日常生活において何の心配もなく暮らせることとか、人間として最低限の生活が送れることとか、こういうことも平和に入ってくるわけですよね。もちろん世界中から戦争や紛争がなくなること、貧困や飢饉がなくなること、こういうことを願う人はたくさんいるわけです。 65.3% の人がそうやって願っています。核が廃絶されること 30.7% の人が願っています。こういうこと実は憲法に書いてあるんです。基本的人権の尊重や平和主義、主権在民ということで憲法に書いてあるんですよ。みんなが願う平和の形が日本国憲法には書かれている。ですから煽り立てる、日本を守るためには軍備を配備するんだっていうような政治家の人たちは、これをやってるんですかって私は言いたい。安心して平和で平等に生きられる、そういう社会を作るようなことを政治家はやってるんですかって、私はまずそれを問いたいです。そういうことをやらないで力を持てばいい、戦える国になればいいっていうような政治家は信用してはいけないと私は思います。はい、めくってください。でこれ女性の人に特に聞いてほしい。憲法9条がなくなるっていうことは、私たちの税金がどんどん防衛費に振り込まれて、社会保障が削られて、消費税が上げられる、税金が上げられるっていう、そういうことになるんですけれども、社会保障を削られたしわ寄せがどこに行くかってことなんですよ。これ女性ですよね。女性はただでさえケア労働を強いられています。育児、介護、家事、女性が担っている部分が大きいです。社会保障が削られて、保育園もただでさえ足りない中、さらに保育園少なくなったら仕事に行くこともできません。年取って入る施設も作ってもらえなかったら、女性は介護で、育児で、家事で、一人で家の中でそれを担わなくちゃいけない。戦前の家父長制の復活ですよ。これはこういうことを許してはいけないと思います。これ以上女性に負担をかけないでほしい。保育園ももっと作ってほしい。保育士さんにももっとお給料を上げてほしい。どれだけそこに国がお金をけちったから保育士さんの数が足りなくて目が行き届かなくなって死んでしまった子どもたちがいるか。これ以上そんな社会を次の世代にも味合わせちゃいけない、手渡してはいけないと私は思います。はい、めくってください。大きな選択が私たちに迫られています。次の参議院選挙、あなたはどちらを選びますか。憲法を変えて国防や政府に強い権限を緊急事態条項で握らせて社会保障を削る、そういう政治を選ぶのか、
自民党、公明党、維新の会、国民民主がやろうとしているそういう政治を選ぶのか、それとも平和で平等ですね、男性であっても女性であっても日本人であっても日本にいる外国人の人であっても性的マイノリティの人であっても平等に生きられて安心できる暮らしをなんとか目指していこうとしている立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組に投票するのか、私たちの一票が日本の未来を次の世代の子どもたちの幸せを握っていると思いますので、ぜひ選挙権を持っている大人の私たちはその重みを感じながら投票に行く必要があるんじゃないかなと思います。長々と聞いていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に、まあ、7月10日が、ね、参議院選挙ということでちょっと友坊さんと、ね、2人で対話式で、ね、愚痴などを聞いていただきたいと思いますので、ありがとうございました。今の憲法9条の紙芝居を見ていただいて本当に分かりやすい内容で結構足を止めて見てくださった方も多くいらっしゃると思います。でちょっと最近聞いた話で一つ話があります。中南米にコスタリカという国があります。コスタリカは憲法を今の日本国憲法を真似た憲法に制定しました。おかげでコスタリカには軍隊がないそうです。小さな小さな国です。でもそこに住んでる人たちはたとえ靴磨きのおじさんであってもその憲法を誇りに思ってるんだそうです。そのおじさんが言うにはコスタリカには軍隊がない、そして警官よりも教員が多いんだ、学ぶ機会が多い子どもたちがたくさんいる、そういう国なんだって言ってるって聞きました。ということはやっぱり今の日本国憲法って本当にそれが守られる政治が行われたら何も取り締まることがなかったり大勢の子どもたちが学ぶことができる憲法なんだと思うんですよ。ですからもう一度本当に憲法を変えることがいいことなのかというのは改めて考えてほしいなって思っていますので、ぜひ一度日本国憲法などを読んでみたり改憲内容などを確認してみたりしていただければと思います。ではマイクの準備もできたようなので私と2人で愚痴タイムというおしゃべりをちょっとしていきたいと思います。まずね、7月10日が選挙、まあ、選挙っていうのはそもそも何ぞやっていうね話もあると。なんか語源はね中国の前漢時代に教教離線っていうね言葉でなんかまあもう距離のね人が役人を選ぶっていうねものが選挙だったらしいんですけども、まあ今のね普通の民主国家とかね今日本で行われる選挙っていうのはまあ候補者を有権者が、まあ、試験やらして合否を決めるっていうのが、まあ、今はあります。だから政治家は公約っていうねレポートを提出するのがまずね試験なんですよ。でそのテーマは政治家が私は国民を幸せにするために何をするかっていうことを、まあ、公約として出すわけです。でその内容を判断して有権者の方がその候補者に対して投票する、合否判断する。ところが今の、ね、日本の政治家というのは非常に劣化してまして、そのレポート公約ねこれをねもうほとんど一夜漬け選挙にやって一夜漬けでやるもんですから当選した途端それを忘れてしまうんですよ今のね結局そういう政治家が多いもんですから今のでなんかやたらおかしい、まあ、岸田さん自体そうですよね。総裁選やった時もね、あの衆議院選挙の時もなんか論敗とかね
金融所得課税とかね、大企業に課税してね、皆さんに税負担減らすとかね、言ってましたけど、それ今、一言も言わなくなりましたよね。で、この間、まあ、国会でちょろっとそれ追及されたら、終わったわけではない。終わったわけじゃなくて、国会終わっちゃうんですけど、やる気ないでしょって、全然。国民が本当に望んでることをね、全然やらないのがね、今の自民党政権なんでしょう。だから、そのね、本当、言いたいこといくらでもあります。だどう思います今の政治とか。ねえ、だから、結構その実際公約とか約束として言ったことを、まあ、保護にすることって今すごく多くなってますよね、その政治家の人たちが。でそれを何度なくもう私たちもなんか鳴らされてしまって、こういうもんだって思わされちゃってるのがまずいかなっていうのは思うんですよね。だって約束を守らない人って人としてかなりやばい人じゃないですか。なのにその人たちにその自分の住んでいる国のあれこれを決められるって私はちょっと不安だと思うんですよ。ただやっぱりその日本ってこう政治の話とかするのすごく難しかったりするじゃないですか。こう私たちは結構できるけど、私意外と普段お友達と会話をしててなかなかいきなり政治の話を切り込むのって難しかったりするのでなんか皆さんも関心があってもみんなお友達と話せないとかいう人もいると思うし、逆にその政治って何ぞっていう人からするとこう選挙って何っていう、選挙行かなくてもいいじゃん、行ってもしょうがないじゃん、誰がなっても変わらないじゃん、自分の一票なんて意味ないじゃんっていう人たくさんいると思うんですよ。そこで私ちょっと想像、皆さんに想像してもらえるようにちょっとこんなものを作ってみました。これは、まあ、例え話で実際の会社とか国の仕組みにしては本当に簡単なものなのでいろいろ抜けはあると思うんですけど、ちょっと想像してみましょう。今住んでいるこの国は憲法で定められた国民主権の国ですよね。なので、まあ、会社に例えてみて国民主権株式会社という名前をつけました。国民の皆さん、ここを歩いている方々、皆さん会社の社長さんです。一人一人が社長さんです。で、議員さん、国民主権株式会社の社員さんです。実は先生先生と言われてますけど別に偉くないんですよ。皆さん社長さんがこの人社員でいいねって選んでるから議員さんになってるだけです。で、まあ税金、まあ、国が集めた税金などは会社の経費とお給料なんかに使われます。で、選挙は入社試験だったり査定だったりというふうに想像してみてください。これ私たち一人一人が会社の社長さんです。社長さんなら利益を上げたり少しでいいからお金に困らないような生活したいと思って皆さん働いたりしますよね。だけどこれが社長さんが全て社員に丸投げしていたらどうなるでしょう。入社試験や査定、つまり選挙ですね。もう行かない、もうほったらかし、仕事は社員にお任せ、議員さんが勝手にやるから私たち寝ててもいいよね、遊びに行ってもいいよね。で、投票しなくなってしまうと悪い社員さん、議員さんはあいつら会社ほったらかし、日本のことなんて自分の好きにやっていいよねってなります。そうすると社員はやりたい放題、業務とは関係ないものに経費を使ったり、例えば日本は戦争放棄してるのに防衛費をどんどん増やしたり、経費を業務に関係ないお友達にプレゼントしたり、まあ、ちょっと言われた盛りかけだったりとか桜を見る会なんかもそうですし、水道民営化とか今いろいろありますね。コロナとかのいろんな業務を
派遣会社さんに委託をしたりとかして、その時にかかっている費用がなぜかものすごい大額の金額になっていたりと、ある一部の人がお金を稼ぐようなことをしたりします。で、会社の利益、要は日本の経済全然上がらないのに消費税経費や給料増税したりとか、消費税増税だったりとか、社会保障費を削減するけど自分たちが有利になるために使うお金はどんどん使っちゃうよっていうふうになります。なのでこれをじゃあどうしようかって考えた時にしなきゃいけないのが入社試験だったり査定のための選挙です。これ選挙に行かないともう決まった議員さんたちは私たちの好きにやっていいんだよねなりますよね。本当にそこ実際になってますね。 なのでやっぱり選挙は行きましょうっていうことです、ね、選挙、まあ、コロナでね皆さんもね身に染みたと思うんですけど、政治っていうのは生活に直結してるんですよ。だから自分の一票は関係ないって思ってるかもしれないけども、関心がなくてもね無関係ではいられないのは政治なんですよ。でね、身内にまあ政治家の方がいらっしゃるのが別なんだろうけども、大抵の人はね政治家って赤の他人ですよ。その赤の他人を選挙で選ぶわけですよ、政治に関わらせるために。じゃあその政治家がね、じゃあ信用で値する人間かどうかっていうのをね、どう判断するか、それはもう普段やってることから判断するしかないわけですよ。ところが今のね、自民党なんかはね、20年からね、コロナ予備費20兆円積み上げて、そのうち16兆円、使途不明金っていうね、あれ、国会審議いらないお金ですから、つかみ金っていうんですけど、どこで使ったか分からないっていうんですよ。税金使ってどこに使ったか分かんないっていうだけでもうとんでもない話なんだけど、政治だからもう本当これね、経済ね民主国としてとんでもない話であってね。で、一部分かったのが野党議員がね話した聞いたのが、公用車を買ったとか、結婚式のシャンパンタワーだとか理事会経費の贈呈だとか、何それ、コロナ全然関係ないじゃないの。しかもそれで16兆円かかるんですかね。行くわけないでしょ。それがだから言わないんですよ。でね、今特に、自民党もひどいですけど、特に今マスコミが全然機能してない。特に NHK 3月からね、確かもう3ヶ月国会中継やってないんですよ。だから夜、最近選挙前にねちょこっとアリバイ的にね来ないんですけど、自民党に都合の悪いことは絶対カットしてるんですよね。だから皆さんが自民党は今どういうことやってるか分からない、知らない。だから結局選挙に対して判断材料を与えられない。そのくせして NHK っていうのはね、選挙そっちになるんですね。出口調査とかってよくやって、だから8人になったら速攻自民党対象とかね、なんかそういうゼロ字みたいなのをやるんですけど、いやいや選挙前にやれよって思うんですよ。まあ NHK だけじゃない、今日本のねメディアほとんど一部の新聞に覗いてね、もうそんな感じになっちゃってます。だから過去の過去を見るとね、あとマスコミがそうやって死んじゃった国っていうのは必ず傾くか危うい方向に間違いなくなります。だ結局ロシアのねプロパガンダ、中国のねあれもそうだけど、他の国のことを心配している場合じゃないですよ。日本も今気がついたら本当戦争できる国っていうより戦争やる国になっちゃってますよね。だからそのためにも今度の参議院選挙はね大きな焦点、まあ関心は多分皆さん、まあ憲法自体は大して関心ないと思います。まあね、今変える必要があると思っている人はそう多くないと思います。実際 4% ぐらいでしょ、改正したいって関心ある人は。だったらむしろ生活直結、消費税 19%、最終的には24とか36とかで経団連とか言ってますけど、今の物価高で 19% になったら国民で死ねって言ってるのと同じですよ。そうですね、生活できませんよ、はっきり言って。
だからよくね、自民党、安倍も岸田も菅も何かっては国民の生活とかで生命財産守るって言ってるけど、どこの国からどこを守るんだって話ですよね。あの中国だの北朝鮮だのっていう前に、今の状況だと日本は政治に殺されます、国民は間違いなく。その通りだと思います。今だってコロナでね、あの女性のね、一番弱い立場の人が自宅増えました。で、廃業倒産も増えました。それでも国がやったことは、個人には10万円1回国の給付金、それだけですよね。そう、だから16兆円がその使途不明金であるっていうのを聞いたときに、なんか12兆円あれば、あのもう一回日本国民全員に10万円の給付金を配れるっていうのをちょっとネットで見たもので、そう考えると、いやいや、そのなくなってしまった16兆円ちょっと還付してくんないかなって正直思いました。だからまあ本来はね、その16兆円をまあ真っ当に使うのは当然なんだけども、今はやっぱりね、消費税の削減か廃止、うんうん、そうですね。で、他の国はもうみんなそれやってるんですよ、実際、うんうん。で、まあ、給付金、まあ、物価高に合わせてね、あの岸田はね、あのヨーロッパに比べてね、日本は物価高はまだ抑えてるって言ってるけども、あんなものは別に政府の、ね、政策で抑えてるだけで、企業努力で抑えてるだけであって、その企業努力っていうのは結局人件費のね、抑制とかカットですよね。そういうところで抑えてるだけであって、別に国が偉いわけでも何でもやってるわけでも何でもない。それをドヤ顔でね、国の政策は効果があるとかね、公明党の山口友ともね言ってるけども、ヨーロッパとか、あのロシアですら今物価高に対して給付金出したり賃金上げるっていう方の政策を取ってるんですよ。だからある意味本当のインフレ状態を作ってる。日本は全然賃金上がらないのに物価だけ異様に上がってる。で、これ本当さっきも言ったけど 19% これで消費税上がったらまたまた不景気ですよね。だ、今日本の GDP なんかね、あのダントツ下位の方で、他の国がまあ少なからずの上がってるのに日本だけマイナス成長ってね。まあ安倍なんかはそれ認めたくないから、まあいろんな統計とかね、あの偽造改ざん捏造して、いかにも景気ですみたいにやってるけど、実生活で庶民の人はね、肌で、肌っていうかもう分かるでしょ、今実際苦しいっていうのは。そうですね。なんかよく岸田さん、その経済対策に対して新しい資本主義とか言うじゃないですか。でもなんか内容を見てると、結局その投資に対してとかにこう何かを追ってるとか、なんかこう国として下支えしますみたいなこと言ってるんですけど、そもそも今投資にお金回せる人って日本でそんな多くはないと思うんですよ。私は少なくとも回せないし、だから結局まあ高齢者のタンス預金、うんうんうん、まあ、これをまあ吐き出させたいと、まあ、あと日銀がね、もう金利上げるのもできないで、もう今まで ETF なんかもね、全部日銀が買って支えてたけども、おそらくもう限界に来たんでしょう、日銀も、うんうん、だから結局もう個人1億総投資家とかね、わけわからんこと言って1億人みんなそんな金ないってだから結局高齢者とかのね、預貯金、まあ、確かに銀行預けたって今はねマイナス金利ですから、うんうん、まあ、金増えないけども、素人がね株手出すっていうのはね、本当恐ろしいし怖いことです、ね、うん、食い物にされちゃうんですよ、本当のプロにかかると。で、なんかほら学生にその投資の授業を取り入れるとかっていう話も出てますけど、そんなことより他にもことあんだろうっていう。私はいろいろその投資云々とかよりももっと根本的なこと、例えば投資をするってすごいリスクがあることだから、その借金を背負うことに対してとかも結構必要だと思うんですよね。そもそもお金のことってもっと根本から知っておかなきゃ、知った上での投資だと思うので、そこを飛び越していきなり投資の授業をやるとかちょっとあたおかなんじゃないかと思うんですけど無責任だなって思っちゃうんですよ。いや、完全にもう政治の放棄ですよね、これは、うん、まあ菅の時からね、次女、長女、公女っていうね、あれ何でもなんか自己責任とかね、そういうあれが流行りましたけど、だったら政治家いらねえし、税金取らないでほしいし、そう、あの何のためにその政治をしてるのかっていうのがもう全然私たちの方を見てないっていうのがもうちょっとしたこと一つ一つで分かっちゃうじゃないですか。
でもそれになかなかこう気づけないような言い回しだったりごまかし方をしているので、なんかそこを皆さんにもこうちょっと疑心暗鬼になってもらって、これちょっとおかしいんじゃないかなって、またなんか都合のいいこと言ってる、調子のいいこと言ってるって思ってもらいたいんですよね。まあその辺がなかなかね、皆さん関心がないのか、まあ、諦めてるっていうのが分かんないんですけど、うん、私たちは別にね普通の一般人だし、むしろ下の方ですよね。もう下の下です、まあ、下の下とかであるけど、ね、まあ、だけどやっぱそういう実生活から、まあ、こうやって政治とかね社会おかしいんじゃねえのっていう、うんうん、まあ、目覚めというか覚醒というかね、そういう、ね、気づきがあるわけだけど、で皆さんもね、ぜひね、本当そうやって自分のおかしい苦しいところからちょっと関心持つのが大事だと思います、うんうんうん、はい、そう、なんか気づいたら意外とすごい簡単というか、私も別に学があるわけではないですけど、結構いろいろ自分に置き換えて考えたりとかすることもできるので、ちょっと関心を持つだけですごい、あの考え方っていうか、こう政治に対する見方が投げやりではいられなくなるんですよね。だから私はこうやって街角に立って今いる状況でいろいろお話しするのをしたいと思ってやってるけど、そういうことができない人もいると思うんですよ。でもそういう人でもちょっとこう関心を持って政治に対して興味を持つと全然変わってくるので、皆さん一人一人がその人なりにできることをやってもらって考えてもらえたらいいんじゃないかなって。もちろんあの私たちのお仲間になっておしゃべりしてくれる人もウェルカムですけど。確かにね、あの、まあ、ネットとかね、ツイッターとかフェイスブックで活動してる人もいます。ただ日本ってね、まだ欧米ほどね、高齢者の方がね、そういうネット活用っていうのはね進んでないんで、やっぱこうやって街角出てね、まあ、市民メディアって言ったらちょっと大げさですけど、なかなかニュースとかね、あれでやらないことをね、こうやって少しでもね、皆さんに知ってもらえたら、まあ、幸いに思ってね、こうやってやってるんですけども、うんうん、まあ、とりあえずもう、あと、このあと1ヶ月、ちょい、もう切っちゃってますけど、参議院選挙ありますんで、まあ、これ、本当、自民、公明、維新、最近なんか国民民主もなんか与党に入ったらしいんでね、あれ野党じゃないですか、うん、だからメディアはね、なんか野党この間不信任案でね、野党が分裂したとかつってますけど、もともと維新は野党じゃないし、うん、国民も今じゃすっかり与党だし、だ今野党って言えるのはもう立憲と共産、令和、社民、この4つですよね。だからね、ここを少しね、うんうん、勝たせないととんでもないことになります、うんうん、でしかもその野党は当てにならないとか反対ばっかりとか言うんですけど、でも実際じゃあだからといって今の与党がやってることが正しいわけではないので、そこはやっぱり皆さんにしておいてほしいなっていうのは思いますね。その上で本当に与党のを支持するならそれはそれで仕方ないと思いますけど、何も考えずになんか選挙も行かずに与党を認めた風になってしまうのはまずいんじゃないかなって私は思うので、まあ、とりあえず7月10日日曜日が参院選挙の投票日ですので、皆さん投票行きましょう。あのもう本当今言われた通りね、あの野党だらしないとかね、あれ全部自民党とかね、与党の印象操作ですから、あの民主党時代の方がね、はるかに国民のための政策やってましたよ。まあまあ経験が浅い分で迷走はしちゃいましたけど、だけど今の自民党や公明党よりははるかにマシでした。だからね、もうそういうマスコミはね、もう権力者と今もう結託しちゃってますから、そういう、ね、印象操作に乗るんじゃなくて、自分の判断、今実際盛りかけ桜だけじゃなくて自民党もいろんな犯罪行為、まあ、そんな人たちをね選んじゃダメなんですよ。もうだからこれ自分の生活に関わるね、政治を任せられる人たちじゃないですから、あの人たちはもうある意味反社勢力ですよ、あれ。反社会勢力。まあ、そういう人たちをね、政府に勝たせたらいかんですよ。だからね、もう7月10日、あの、皆さん棄権しないで、ぜひ選挙行って、まあ、まあ、うちら無党派なんでね、どこの党入れてくれっていうあれはないんですけど、まあ、とりあえず、その、今の与党とそれに組みする
政党はやめていただきたいということをお願いしたいと思います。そうですね、あと会見は絶対にしちゃダメだよっていう、今の内容の今自民党が掲げている会見内容では絶対に変えてはいけない憲法だと思いますので、そこも踏まえて投票にも行っていただけたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、今日は本当に長い時間この場をお借りいたしまして、草の根アピールでたくさんいろいろ仲間も来てお話や歌をさせていただいたんですけれども、させていただきました。で、少しでもこの街を歩く皆さんのお心に留まればいいなと思いますし、少しこう考えるきっかけになっていれば嬉しいなと思います。また私たちこうやって突如池袋の街の中だったりとか新宿などに出没すると思いますので、またその時にはぜひ私たちのお話に耳を傾けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。